こんにちは、古翔です。世界の名作文学を5分で語る、時には10分以上かかりますということで始めていきます。この今やってるところから数えて一昨日になりますけども、土曜日にね、2023年10月14日の土曜日の夜にね、ファウスト第2部のオンライン読書会をやりました。まあ、ずっとファウスト2部を人に向かって一応説明できるぐらい読まなきゃいけないっていうね、そういうこうなんていうかオーラの中でね、半年ぐらい過ごしていましたんでね、やっとファウストから解放されたという感じの普通の動画アップ第1陣なんですけども、まあ、今日はちょっとね、特定テーマではなくて、まあ、気楽に本のこと、読書のことをですね、いろいろ喋ってみたいと。まあ、ライブではないんですけど、まあ、皆さんもライブ気分で、楽しんでもらえればと思います。いつも何冊同時に読書してますかというタイトルでね、話していきたいと思います。このファウスト第2部をね、ずっとこう2回読んだんですね。通読で2回読んで、パラパラとあちこち読んでたんで、相当いっぱい読んでたんですね。いつも生活にファウストがあるというね、とんでもない日常生活ですけど、で、このファウストを読み終わったところで考えると、まあこの間ずっとね、ファウストだけじゃなくて他の本も読んでたんで、まあ、同時に何冊も読んでるなとふと思ってですね。で、そうやって考えると、まあいつも同時に何冊か読んでるなという気がしました。はい。で、まあ読書っていうのはほとんどの人はね、同時に何冊か読んでると思うんですよ。で、まあ通読を同時にしているものもあれば、まあ時々ね、この部分だけはちょっと読んでるっていう、そういうのも合わせて、まあ、いろいろな読み方があると思います。さあ、そこでですね、この10月、今ね、たった今私何を同時に読んでいるのかっていうのをね、ちょっと文字に落としてみたんですけども、まあ今言ってましたようにね、まずファウスト第2部がありました。この久米川麻里夫さんの役とね、あと手塚富雄さんの役2冊、それと柴田翔さんの解説本、まあ、3冊を持ってね、ファウストの第2部にチャレンジをしていたところでございます。はい。そしてね、ファウスト第2部を読みながら、この阿部千里さんというね、20歳で松本清張賞を取ったという、へーとか思ってね、たまたま本屋で面白そうな本だなと思って、でそれは買わなかったんですけど、図書館に行ったらね、あったんで、とりあえず図書館で借りてきました。これがデビュー作で、20歳の時に書いた、カラスに一重は似合わない。370ページぐらいあって、今150ページぐらいまで読んでますが、でつもり面白いですね。やっぱりこの日本文学、今の現代日本文学ってね、何を読んでもとりあえず絶対面白いって、しかもこれはちゃんとした文体でちゃんとした構成で書いてるんでね、まあ、いわゆる大衆小説の一応枠には入るんだろうけど、ものすごくしっかりしたね、構成力、文章力、いや最高に面白いですよ。このカラスシリーズがいっぱいあるそうなんでね、これからも読んでいきたいと思いますけど、まあ、ファウストと同時にね、まあ、厳密に言うとファウスト読んだ直後にこれを読み始めたというようなことがあります。それと夏からですね、この本居宣長保記というのがあります。まあ、これはね、2冊小林秀夫の言わずと知れた本居宣長ですけど、これ全部読むとね、難しいんで、保記がね、最後100ページぐらいあるんですよ。でこの保記の第一章をね、動画でアップしたことがありましたけども、この保記をね、ちょこちょこ読んでいるというようなことですね。それと、文芸 YouTuber ムーさんのね、オンライン読書会、10月27日が、ポール・バレリーのレオナルド・ダ・ヴィンチの方法ということでね、あります。で、確かね、著作権が切れたかなんかで、このレオナルド・ダ・ヴィンチの方法は新たな翻訳がたくさん出ていて、まあ、ムーさんはね、塚本なんとかさんって人、塚本さんの翻訳で、横文字でね、読まれてますけど、僕はたまたま昔々持っていた、これ岩波文庫の、山田九郎さんっていうのかな、さんの翻訳を持ってます。これもめちゃくちゃ読みづらいからね、これで読んだらダメですね。僕も塚本さんの翻訳をちょっと買おうかと思ってるぐらいですけど、まあ、そういうことでこれも読んでるということですね。まあ、実はファウスト第2部をね、10月の14日にしたのは、このムーさんの
27日のバレリー読書会に影響が出ないように、ファウストを読み終えた後でもまだ2週間あるというね、そういうシチュエーションでもって10月14日にしたところでございます。はい、そしてあのバレリーの下に書いてるゴンクール日記というのがありますけど、これはね、僕はね、もうこれめちゃくちゃ面白いですね。ゴンクール兄弟の日記、お兄さんと弟がねセットで小説、一緒に小説を書くんですけど、まあ、兄弟とは言っても8歳も違ってね、8歳違いなのに弟の方が先に死ぬって、この日記を書いてる途中で弟は死んじゃうんですね。まあ、この日記はナポレオン3世のクーデターのその日のパリの様子から始まるんですね。まあ、その日にゴンクール兄弟の処女作出版というね、処女作出版とナポレオン3世のクーデターが同じ日だったというね、そんなことなんですけど、まあ、これの中にはね、ゲーテとの対話のように、まあ、あれはゲーテその人が喋るところが面白いんですけど、この中にはフローベルがたくさん出てきてね、フローベルが普通に喋るんですよ。それとかゾラとかユーゴーとかドーデとかツルゲネフとか登場して喋るんですよね。まあ、それだけでも面白いんですけど、このゴンクール、ね、ゴンクール兄弟のものの考え方とかそういうのはね、いや、なんかとても面白い。19世紀のパリってもう現代と今の21世紀の現代とね、こうなんかこう思想とか感性の格がもう一緒なのかなとかね、そんな風に思いましたね。はい、そしてこの荒野の狼はヘルマンヘッセの荒野の狼、これは僕は夏に古代史の講演旅行を講演してくれとね、なんと言われまして、若狭湾京都府丹後、日本海沿いの京都府ですけどね、そこに行って古代史について喋ってきました。でその行き帰りに読んだのがこの荒野の狼ということでね、まあ、あのとても難しい、まあ、翻訳もあんまり良くなかったんですけど、高橋健二さんの、まあね、こう例によって参考書化しながら読んでいて、最後はねもう本が崩壊してしまってね、こう原型をとどめてる間になんとか通読してもう二度と読めないみたいな、今度読んだら燃えてしまうかみたいな、そんな感じなんですけど、ヘッセの荒野の狼、それからシュティフターの晩夏はね、いつもちょこちょこ読んでいますという感じですね。でこの間禅と陽明学、これは何かというと、これは文学じゃないんですけど、安岡正弘著禅と陽明学っていうのね、陽明学についてちょっとね、読みたくなったんで買ったんですけど、上巻を買ってしまってね、禅と陽明学だけあって上巻は禅のことだけですね、陽明学は下巻かよみたいなね、ちゃんと調べて買えばいいんですけど、まあそういうことですね、禅と陽明学というタイトルですけど、この本は禅についてっていうね、禅の歴史から何から詳しく書いてる本でしたね。はい、で、自等集というのがあります。これはリルケ、ダス・シュトゥンドゥ・ブフということですね。ブフって本のことかな。これはね、ちょっと読んで、ファウストの息抜きに読んでね、あ、やっぱ素晴らしいわ、リルケとか思いながらね、読んだものでございます。で、あと、まあ、書いてないんですけど、この、今年の1月にね、イリアスを買って、上巻読んで、月刊の半分ぐらいまで読みました。遠い遠い昔に1回目を通したことがあるぐらいなんですけど、もうすぐね、アキレスの親友が死ぬところなんですね。アトロクロスだったかな。まあまあ、この面白い。これで、イリアスの面白さがね、日本人は、ヨーロッパ文明とはちょっと違うんで、この神々がいっぱい出てくることに触笑しそうになるんですけど、この神々の沈黙という本、まあ、ちょっと分厚いんですけど、とても読みやすい心理学の本です。これを読んだ後、ホメロスのイリアスを読むとね、まあ、とてつもなく面白くなるんですよ。まあ、間違いないです。ホメロスを読むときに、この本を読まずにいきなり日本人がホメロスを読むと、いや、ちょっと日本神話も神々だらけで嫌だけど、ギリシャ神話も誰かが何かするたびに神々が命令してると、人間の意思はないのかとかね、思ってしまうようなイリアスなんですけど、なぜ人間の意思がなく神々の命令で動くのかっていうのがね、この本にめちゃくちゃ克明に書かれていて、とてつもなく面白いですね。はい、ということで、これが今の私の場合ということなんですけど、ちょっと遡るとね、あ、だからつまりですね、こんなにいっぱい同時に読んでるっていうね、そんなことになるんですけど、8月はどうだったかっていうと、まあほとんど被るんですね。ファウスト第2部を読みながら荒野の狼を通読し、元通りの稲が補給を、20ページぐらい読んで、ゴンクールの日記はなんかいつも座右の銘のように読んでる。で、この頃はイリアスはずっと中断していましたね。はい、6月はどうだったか、やっぱりファウスト第2部をね、ずっとこう
不行のように引っ張っていたんですけど、まあ、ブッデンブロッケ、ブッデンブロッケってトーマスマンのデビュー作ではないんですけどね、デビュー作は短編小説をいっぱい書いてるんですけど、まあ、最初の長編ですね、まあ、最初の長編といえばヘミングウェイの最初の長編が日はまた昇るでね、トーマスマンは21歳から書き始めて23歳ぐらいに書き終えるんですけど、それでこれですかってね、さっきあのカラスに一重は似合わないというね、この阿部千里さんという20歳でこれを書いたという天才少女だ、少女とは言わないな、天才文学 なんて言うんだろう、少女、少女じゃないですよね、男は少年青年というけど、女性は少女の後は青年とは言わ、青年って女性も青年なんですかね、まあそんなことでですね、そうそう、あ、この人すごいなと思うんです。いや本当この文章すごいんですけど、まあ、しかしね、それと同じぐらいの年齢でこれを書いたがトーマスマンみたいな感じでしたね。はい、ということでね、この辺はブッデンブロッケがとてもね大きなあれになってましたね。それからオンダリクさんをねここで初めて読んだんですよ。でやっぱり面白いんですね、まあ、この僕が読んだのはオンダリクさんの作品はねネタバレすると一切面白くないので、木漏れ日に泳ぐ魚というタイトルのを読みましたけどね、まあ、この時さっと一晩で読みましたね。ファウスト、ブッデンブロッケとかファウストを読みながらオンダリクさんを清涼剤のようにね読みました。それからランボーの詩を読んだですね。でゴンクールの日記はこの頃も読んでました。でこの時にはね、あのフローベル書簡集というのを読みましたね。普通手に入らないんで図書館でねフローベル全集が20巻ぐらいあって、でその最後の3巻ぐらいが全部書簡集なんですね。そしてですねこれをなんで読んだかっていうと、まあ、ゴンクールの日記が面白くて、フローベルがたくさん出てきて、でこの頃ね僕はボバリー夫人を4月ぐらいに通読したんですよ。初めてのフローベル作品だったんですけど、まあ、本当にきっちりきちんと書いていて、バルザックやスタンダールのちょっとこう荒れた部分、まだ荒っぽい部分を克明な、ね、小説芸術にしたのはフローベルだなとね改めて思いました。そしてまた小林秀雄のドガ、近代絵画論の中でドガを書くときにね、ドガは文学好きで、最大の愛読書の一つはフローベルであったと。でフローベルの中でも一番好きなのは、フローベルで一番好きなのはってことはボバリー夫人かなとか思って読んでたら、その書簡集であったって手紙が好きなのかみたいな感じでね、書簡集ルイコレ、ルイーズ・コレーだったかな、あの画家の恋人がいるんですね、19世紀にしては珍しく、会ったその日にホテルに行ってベッドインみたいな感じだったらしいですけど、ルイーズ・コレー、ルイーズ・コレット、ルイーズ・コレットとりあえず読んどきますけど、こうルイーズに向かっての手紙がね、ドガは好きで暗唱できたと、一部。で、これ読んだらね、その確かにルイーズ宛ての手紙、いや、めっちゃ面白いんですよ。このフローベル書簡集って、こう、LINE もなければ電話もなく、もう手紙しかない、文字の手紙しかない19世紀においてですね、フローベルのような筆力のある人が書くとね、もう短編小説なんですよ。もう克明に今日私が行った場所はこれこれこれこうやって風景描写は始まるし、そこにこういった人はとかね、 あとあの妹が亡くなるシーンがあるんですよ。もう小説ではなくてリアルに自分の妹が死んだことを友達に報告するシーンがあるんですけど、いやもう個人にとっては血を吐くような苦しい思いだったらしいですけどね、妹にはちっちゃな赤ん坊もいて、これからは自分の母がもう一度母になって、子供、子育てをするのだみたいなことを書いてたんですけど、妹が亡くなる前後2日ぐらいのことをね本当に美しい短編小説のように、書いてる。本当にねこのフローベル書簡集って面白い。でこのフローベル書簡集、ゴンクールの日記とそれぞれね、フランス19世紀のこう小説作品ではないのに、その偉大な作家たちが書いた日記や書簡集っていうのはね、今日の我々が読むと今時の日本人の作家の短編小説よりはるかに面白いみたいなね。いやこのフローベル書簡、まあ、フローベル書簡集は手に入りにくいのと、あの手に入れようとするとね、あの古い翻訳が1万円ぐらいするんで、まだこう図書館頼みなんですけど、まあ、ゴンクールの日記は面白い。これは普通に岩波で売ってますけどね、ゴンクールの日記よりフローベル書簡集の方が面白いですね、これで終わりなのかな。そうそう、それで人はね閉読するものなんだってことですね。で、まあ、さっき僕が言ったように、まあ、ブッデンブロークとか今年は戦争と部屋まで通読しましたけどね、長編小説を読んでる時に他のものを何も読まないかって言ったら、まあ決してそんなことはなくて、まあ、一つの長編を読みながら日記や書簡集を読み、まあ、これゴンクール、フローベル
って感じですね。それで短編小説とかね、評論集、まあこれ本居宣長補記とか感じですね。で詩はまあリルケを読んだりとかということで、まあこんな組み合わせで大体僕の場合は併読してるかなと。例えば戦争と平和とブッテンブロークを併読するというのはちょっと僕のメンタリティではね、それはちょっとできないかなってね。例えばプルーストの失われた時を求めてを読みつつ、ロマン・ロランのジャン・クリストフも同時に読む。あ、今度やってみようかな。この長い長編を3つぐらい併読してたらね、一生退屈しないかもしれないって言いながら、でもね、やっぱりなんて言うんでしょうね、ステーキ食べながらやっぱりサラダもいるしスープもいるしみたいな感じですね。だから時々はやっぱりこういうものをね読んだりしつつ、僕は古代史の動画もやっている関係でですね、やっぱりこう古事記とか読むわけですね。古事記とか読んだりね、まあ、古事記は文学作品としても優秀ですけど、例えばね、古代の光通信、これ神宮皇后の絵ですけどね、そして、ふときから見る日本の古代史とかね、ハヤト族は呉から来たとかね、まあ、こういう古代史本も、読んだりして、まあ、それとさっきのあれですけど、こういう、こう心理学系の本を読んだりね、まあ、そんなこともあるんで、まあ、ここでは基本文学の話しかしませんけど、この文学以外に何を同時に読むかって言ったらね、これにさらにさっきの古代史ネタと、心理学ネタを合わせるとね、常時10冊ぐらいは、まあ、読むって言ってもね、そうそう、僕は思うんだけど、読書というとみんなどうですかね、読書というと1回あたり15分以上かけて、最終的には合計100ページ以上のまとまったものを通読する、これがなんか読書だとみんな思ってないだろうかって思うんですね。で、何かを通読することを1回にある程度まとまった時間をかけて、100ページ以上の3文を通読することが読書だと思っていませんかという感じでですね、まあ、例えば素晴らしい、例えばさっき出たバレリーの詩人バレリーですけどね、まあ、哲学的なレオナルド・ダ・ヴィンチの方法っていうのも書いてるわけですけど、海の墓地とかね、若きパルクとかね、まあ、若きパルクは小説より長いみたいな感じですけど、まあ、普通にちょっと一編の詩を読むっていうのも読書ですよ。一編の、まあ、中原中也の一編の詩を読むんだったら1分か2分で終わりますけど、まあ、それも読書だし、その読書がこう心の中に波紋をブワーンとね、その意味が響きながらブワーンと鐘のようにその詩句と意味が心と魂に鳴り響くという行為こそが文学すること、まあ、これは詩における文学することですから、読んでる時間より読み終わった後の印象が響き渡る時間、これも大事にしないといけないんで、名作を読んだらはい次って言ってパッと切り替えたらね、前の作品が鳴り響かないまんま次に行くからね、そういう読み方は多分ね、それは人の好き好きですっていう意見ではなくって、人間という動物の脳の仕組みから言ってですね、とてつもなく感動したものは 2,3 日寝かせるべきだと僕は思ってるんですけどね。はい、というようなことでですね、皆さんは同時に何冊ぐらいを併読するでしょうか。通読のための1回につき30分ぐらいの読書の他にですね、ちょっとした5分10分の読書、まあ、この5分10分の文学する読書っていうものもですね、この私のチャンネルではですね、とても素晴らしい読書だよっていうね、そんな感じで思っています。ということで今日は以上です。ありがとうございました。